じゃあ皆さんちょっと本域、はいはい、めっちゃうるさい、おお、やっぱ違うな、これ、あ、ちょっとボリューム、つまみがね、ありました、はい、で、2人とも一緒のボリュームになりますので、あ、もうこれで僕も変わってる、時刻は午後9時を、はい、やってます、よーし、そのボタンはね、多分オンオフ、オンオフはそれ、触ってる時だけ消えるっていうやつですね、いいですね、新しい機械っていいですね、はい、やっぱり無駄に触りたくなる、めっちゃわかります、無駄に触りたくなります、すごい触りたい、ルクプルさんが、はいはい、戦闘服で、そう、いや私もなんか今日もう上着の下から見えてたから飽きてんねやなみたいな、そうなるほど、昨日ほんまめっちゃ日天気良くて公園で遊んでた、めっちゃ赤い、仕上げて肩めっちゃ赤いっすわ、ほんまや、真っ赤真っ赤か、何も塗ってなかったんですか、何も塗らずに行ってたらもうえらいことがあって、ますね、お風呂が痛い、あ、そうっすよね、肩までタンクトップで遊んでたもバレバレですもんね、肩こんだけ赤いってね、タンクトップのまま遊んでたからキヨンセさん、もう喋って編集、喋って収録もしてて、ね、素晴らしいですね。なんかね、みんな、その場で切り張り。一人ラジオじゃないですか。どうも、なんか、マウスコンピューター。そうなんですよ。でも、我が社そうなんですよ。全員が。できるんですか？アナウンサーはみんなも、へぇー。切り張りですね。そうっすね、仕事ができる人に寝るよ、キーボード弾く音までかっこよく聞こえるから、ね、テケテケテケテンあれこんなにできる感じの人やったんだっていう、あれ私できない感じが聞こえたちょっとそこ僕はちなみに言ってないですよ僕はあの信太にしたいやそういうわけではないんですけどでも今までとは感じちゃいますよね、確かに、あ、まあそうですね、はい、私がパチパチやってるとこないですもんね、そうですねこんな早くキーボード打てる人絶対仕事できるもんな、テケテケテケ、いや、ありがとうございます、うん、カタカタ鳴るキーボード好きでしょ、好きですだから青軸のキーボード大好きです、なるほどな、青軸のわざわざ、うん、無意味にパソコンついてないけどキーボードだけカタカタしてます結構格ゲーでもありますよそれ、本当ですか、静音ボタンとか静音レバーってあるんですけど、はい、その昔からゲーセンとかでやってた人はレバーの音とかボタンの音が好きでカチカチカチってなる、そうパチパチパチみたいな、静音だとそのなんて言うんでしょう、な満足できないみたいな人結構います、あ、なるほど、なんかもうゲーマーってその別にボタン押さんでもええとことかでもツルーって押したりしてるんですよ無駄に、そう、わざ押したらその硬直中に押しても動かへんのにテキテキテキみたいな押しとるって硬直中、そういう人は多分静音やと満足できないでしょう僕の友達にめっちゃ多いです、そういうなんかそう、静音もいいんですけど、なんかこう、なんかね、うん、そうなんですよね、もっとやった感を俺にくれっていう、そういう感じ、そう、なんかやって音聞くと加速していく気がするんですよ、あ、仕事とか自分が乗っていけるみたいな、なるほど、確かに、そう、音でね、音大事やなって、僕も結構どうでもいい時でボタン押しちゃいますもんね、テケテケみたいな人差し指と中指でいっぱい押すみたいなそれ、何のためのあれ、いや、全然儀式あ、乗ってくるからかも、本当にやっぱりかもしれないです、僕今、ね、今頭に思い浮かんでる友達明らかに多分乗ってくるから押してるような気しますね、儀式やね、そうですね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、やっと来た、嬉しいわ、嬉しい、で、嬉しい、嬉しいも意味わかんない、編集してる側の立場だからね、ああ、そう、僕編集してへんのに一番何もしないのに、僕ルクブルさん、人の荒探し好きですね違う、そうじゃないわ、動画作ってたらさ、そうじゃないわ今日の気温線みたいな子を作ったらおもろいかなと思って、はい、あれちょっと抜粋してわざわざ後ろに、そう、くっつけてやっててんけど、
まあ、できるもんなんやからさ、最近だ最近だって全然なかったっすもんね。何なんですかそれ。そういうコーナー俺作ったの間違いやったっていうちょっと思ってて。なるほど、うん、こう特殊な演出がされるというか、あーあー現地はないけど、ないけど映像で見てるとこう光が飛び出してきたりとか、ああそう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 っていうプラスアルファがあったり、へえプロジェクションマッピング画面上でやっちゃうみたいな、そう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 、すぐお金のこと考えちゃう、なんかもうどうしよう。あ現地でやるより映像だけでやった方が安くできそうとか思っちゃった今。あもうダメ。ライブ会場を借りたり花火上げたりするよりも そこの中でやった方が経費浮くしみたいな。見栄えもええしみたいな。すぐお金のこと考えちゃったまた。もうやだもう。まあまあまあ経営者判断って経営者目線でね。そうですね。いや花火上げるん単純に50万やとしたら画面で花火出すのはそんなかからへんやろなみたいなこと思っちゃったな今。いやまあそれはその現地で花火上げるってのは偉いことですけど、そうですよね、ねもう会だなと、音楽祭だなと思ってます。はい、はい、買わなあかんですね。まあ、チケットね、チケットそうなんですよ、もう購入しようかなと思ってます、紹介しながら。あの演出、モンハンライズ自体もですな、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 いただきました、ありがとうございます、いただきました、ありがとうございます。最近くれへんかったから、久しぶりにくれて嬉しいわ。今日の気温差、やっと出た、やっと出た、出したいのに、もう完璧やから普段。できる女やからね、できる女ですから。ちょっと待って、もうじゃあ裏、オペカットするように、あの、モンハン